補助長です。今日はオリジナルのビーズ作りをやっていきたいと思います。だんだん気温も暖かくなってきて、暖かくなってくるとビーズアクセサリー作りたくなりますよね。ね。はい、ということで今回は3月にワークショップをやったんですけど、その時に好評だったデコビーズ、こんな感じのやつを作って準備していたんですけど、これが可愛くて自分で言うのもなんなんですけど、めちゃくちゃ可愛くて結構好評だったんですよ。で、これの作り方気になる、どうやって作るのみたいな、そういう声をちらほらいただいていたので、今回はその作り方を動画にしていこうと思います。とっても簡単でめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ今年の夏のアクセサリー作りとかの参考になれば嬉しいです。よかったら見ていってください。それでは作っていきましょう。工場長がデザインした布、国家 EC サイトで発売中。今回用意したものはこちらです。まず土台に使うビーズ、できるだけ大きいビーズだとデコパーツがたくさん貼れるので作りやすいです。丸いビーズの他にもこういうリボン型のビーズとか、いろんな形で作っても楽しいので好きなものを用意します。こういうビーズがなかった時は樹脂粘土、今回2パターンの作り方をやっていこうと思っているんですけど、土台のビーズがあるバージョン作り方と、土台のビーズから樹脂粘土で作っていくパターンを作ろうと思います。本当は色付きの樹脂粘土欲しかったんですけど、その時売ってなかったので、とりあえず白い樹脂粘土とそれを染めるための絵の具、あとこちら接着剤はセメダインのスーパー X クリア使っていきます。前にさ、接着剤の検証をしてからかなりこればっか使うようになっちゃってます。そしてさらに爪楊枝、あとなくてもいいんですけど、あったら便利なのが固定してくれるシール、これは使いかけなんですけど、よくフィギュアとかそういうの固定するやつです。普通に両面テープとか何でも固定できるやつがあればとても便利です。そしてこちらクッキングシート、そして最後にこれもお好みになるんですけど、使いたいデコパーツ、今回はとりあえずうさぎパーツこれがすごく可愛くて、前テムの購入品動画で紹介したやつだったよね。あの後プラスで追加購入しました。このちょっとリアルな感じのウサギの表情がとっても可愛くて、最近はテム以外でもシーンとかかな、アリエクとかかな、なんかいろんなところで売っているので、気になる方はぜひ。他にもお花とかリボンとかクマとか自分が可愛いと思うパーツ用意しています。まあ、パーツ類はあればあるほど選択肢が広がるのできっと楽しいと思うので、もし作る方がいたらいろいろ準備してみてください。こんな感じで準備したものは以上です。それでは早速作っていきたいと思います。まず土台のビーズがあるバージョンはめちゃくちゃ簡単なので、この土台のビーズがないバージョン、粘土から作るバージョンのバージョンを先に作っていきたいと思います。よし、なんか久しぶりの粘土だな粘土楽しいんだよね。特に樹脂粘土ってめちゃくちゃ硬い仕上がりになって陶器みたいな感じになるから、結構クオリティ高いものができちゃってさ、とっても楽しいハンドメイド素材の一つだと私は思っています。これを半分ぐらい取り出したいと思います。半分っていうか3分の1ぐらいでいいか。よいしょ。ここに絵の具を混ぜて好きな色の粘土にしていきます。まずやっぱピンクかな、いやーどうし、いやーピンクでしょ、やっぱピンクだよね。で、粘土の量がかなり少ないのでピンクもほんのちょこっとで、もうこれぐらいで大丈夫じゃないかと思います。これを混ぜてピンク色に変えていきましょう。混ぜて、かわいい、なんかほんのりピンクで、きっとさ若干薄いんじゃないって思う人もいると思うんですけど、粘土って乾燥すると色がちょっと濃くなるんですよね。だからそれも考えて
目標の色よりちょい薄めで作るのがポイントです。よし、いいかな。全体的に同じ色になったら混ぜ作業完了です。そしたらクッキングシート引いておいて、この粘土を適当な大きさ、小豆4つ分ぐらいかな、それぐらいのやつをくるくるっと丸めていきます。で、ここでのポイントはひびがないようにチュルンと綺麗な感じになるまでコロ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 していきます。ひびなくとても綺麗な丸になりました。形ができたら次は爪楊枝を使って穴を開けておきます。樹脂粘土は乾かしちゃうとめちゃくちゃ硬くなるので、後で穴開けるって言ったら多分開かないと思うので、この今のうちにしっかり穴を作っておきます。で、慎重に慎重に穴を開けて、よし、 OK だね。で、こっちから刺したら一旦引いて、で、こっちがね、このままだとピュンってさ、なんかわかるかな、なんか形がおかしくなっちゃってるの、こっち側がキュンってなってるから、これを防ぐためにこっちからももう一回刺します。で、ちゃんと今開けた穴の通りに入るように余計な力は加えないで、ゆっくりくるくる回したらまた同じところから出てくるので、こんな感じで綺麗な穴を作っていきます。いいじゃん。これで全体的の形を見て OK だったらこれで完成です。この後はもう余計な力を加えずにそーっと置いて乾かしておきます。同じようにしていくつか作っていきます。で、今丸で作ったんですけど、丸以外でも楕円形とかちょっと平べったくしてみたり、シリコンモールドを使ってハート型とか好きな形作ってみたり、特に丸にこだわる必要はないので好きな形で作ってください。次はちょっと楕円にしてみようかな。こんな感じで、かわいいね。これビーンズっていうのかな、ビーンズ型みたいな感じで、この穴開ける作業が一番慎重にやんなきゃいけないかも。まっすぐ刺さないとさ、変なところから出ていっちゃうので、慎重に慎重にくるくるくるっと、よし、出てきた。 OK。 で、こっちから出すとこっちにヒュッて粘土が流れていっちゃうので、一回引いてこっちからもくるくるっと、こんな感じ で最後に形を整えて、これでまた一つ完成です。次はさっきよりもちょっと濃いめにしたピンクで作ってみました。ちょっと濃くなりすぎちゃったな。黄色、薄めのグリーン、上品な感じ、涼しげのブルー、2袋でこれぐらいの量できました。これで 2,3 日しっかり乾かしていきます。いい感じに乾燥しました。じゃじゃじゃーん、めっちゃ可愛い。この状態だとマットな仕上がりなんですけど、もしツヤが欲しいっていう人はレジン液でコーティングしてもいいのではないかと思います。今回はレジン液は使わずにこのまま作っていこうと思います。めっちゃ可愛いですね。なんか和菓子みたい。ここまでできたら、あとはこのビーズにデコレーションをしていくだけです。で、その時に便利なのがこういうやつ。これはセリアで買ったんですけど、フィギュア用の固定シール。このサイズ感がすごく使いやすくて、適当なトレイとかテーブルに直接貼っちゃってもいいんですけど、好きな場所にこんな感じで貼ってって、そしてここにビーズを固定します。
今回こういうメントスみたいな形のやつはそこまで固定しなくても作りやすいんですけど、コロコロ転がっていくような丸い形のやつ、これはね結構固定した方が作りやすいです。あと市販のビーズもここから使っていきたいと思います。市販のビーズは本当にまん丸なので、この穴の位置、テグスとか通す時にちゃんとつけたやつがまっすぐなるようにしたいので、一回爪楊枝とかなんかそういうのに通して穴の位置がちゃんと確認できるようにして両面テープの上に貼り付けていきます。ピタッと、よし、 OK、 これで準備完了です。あとはここに好きなデコパーツ貼り付けていきます。接着剤はセメダインのスーパー X クリア、これを、まあ、適当なところに少し出してくっつけていくんですけど、くっつける時のコツとしてはかなり薄く塗り広げます。これでも多いぐらいで本当に薄く薄く、これで好きなようにデコレーションしていくっていう感じです。あんまりべったり塗っちゃうと乾くのに3日とかかかっちゃうので、かなり薄くで大丈夫です。あとべったり塗っちゃうと置いてもなんかちょっとずつちょっとずつ傾いてる方にずれていきやすいので、それを予防するためにもちょっと薄めで塗るのがポイントです。薄く塗っても多少ずれちゃったりする時があるので、少し様子を見ながらくっつけていきます。めっちゃ可愛い、このウサギがほんと可愛いんですよね。ウサギだけでも可愛いんですけど、もうちょっといろいろプラスしていきたいと思います。あとこういうバラのパーツとか、こういうめちゃくちゃちっちゃいパーツの時は爪楊枝でさっきみたいに塗るのちょっと大変じゃないですか。そういう時、私の場合はなんですけど、これをおすすめするわけじゃないんですけど、私の場合は、私 B 型でとても横着なので、ピンセットとかでお花をつまんで、この接着剤に一回トゥンってくっつけちゃって、このまま乗せずに一回適当なところに置いてギュッと拭う感じで削ぎ落としてくっつけています。あと私指が結構でかいので、こういう細かいパーツ、あと爪もちょっと長いから細かいパーツいじるのが結構苦手で、そういう人はこの付け方がいいのではないかと思います。どこにつけようかな、このねうさぎの周りにお花つけたら可愛いんですよ。こんな感じでこっち側にもつけようかな。何色のお花にしよう、なんかカラフルがね個人的には好きなんですよ。このこれとかいいかな、あーでもブルーも可愛いな、これとか、あブルーいいじゃん、いやどうしよう、あー飛んでたバカー後で拾おう。でオレンジでもいいか、オレンジ系にしようかな、迷うな、ブルーか、でもこっちがグリーンだからオレンジにしようかな。さっきと同じようにツンと最初つけた後、何もないところでキュッと拭って、これで OK です。で接着剤足りないんじゃないとか思う方もいらっしゃると思うんですけど、これで全然乾いたらかなり頑丈にくっつきます。ただ乾かすまでは絶対に触らないで、24時間は絶対に触らないで置いておくのがポイントです。他のやつもデコレーションしていきます。えい、おパンチウサギカラー、これまたウサちゃん乗せていきたいと思います。あ、市販のビーズの時もくっつけ方は同じく、はあ、市販のビーズはめちゃくちゃ綺麗に丸いのが多いと思うので、樹脂粘土で作ったのよりも滑りやすいので、こっちの方がしっかり見張った方が綺麗にできます。さらにバラ、うさちゃんとこのバラの組み合わせが私好きなので、こんな感じで、あとこっちにはピンクのバラでくっつけたいと思います。あ
とクマちゃんとかのも可愛いよね。よいしょ。もう一個。こんな感じでデコパーツくっつけていきました。もう見るからに可愛くなりそうな感じでしょ？これで、まあ、最低でも丸一日はしっかりと乾かしていきます。ここを急ぐとしっかりとくっつかない間に作業に入っちゃうとデコパーツポロッと作業中に取れてしまうことがあるので、しっかりと乾かすのがポイントです。で、この乾かす時間短縮したくてレジン液使う方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、レジン液でもま、くっつくんですけど、レジン液の方が接着剤より取れやすいので、おすすめはやっぱり接着剤でくっつける方がおすすめです。では24時間待っていきます。はい、こんな感じでオリジナルのデコレーションビーズ完成でーす。めっちゃ可愛くないですか？ね、すっごく可愛いんですよ。せっかくなんでこれでなんか簡単なアクセサリーでも作ってみようかな。100均で売っているブレスレット用ゴムっていうのを使っていこうと思います。これをまあ手のサイズに合わせてチョキンと。あとはここに好きなようにビーズ通していきまーす。どんな風に通そうかな。いや、全部かわいい。全部かわいいな。このうさちゃん入れたいな。いろんなのをカラフルに入れてったらかわいいかなと思うので、ちょっとバランスを考えながら。間全部これでやっちゃうとすごいなんかくどい感じがするので、なんか間にはパールのビーズとかちょっと既製品のビーズも混ぜて作っていこうと思います。うん、あー、これめっちゃ可愛い。個人的に結構これ推し。こんな感じとか、これを通して、そして家にある適当なビーズ、なんかこの辺いいんじゃないかなと思うので、こういうのを通していって、サイズ的に大きくなりすぎると思うんでちょっと省いて、一旦これでサイズをちょっと確認して、若干大きいかな、サイズ調節してきました。これでゴムの方結んでいきます。結ぶときはテグス結びで結んでいきます。まずこっちのテグス、これをこんな感じでバッテンになるように重ねて、そしてこれをくるっと持ってきて、こっち側にこんな感じで結べるようにします。その後またこっち側を上になるようにバッテン線に乗っけて、こっちの方を通します。あとはこれをギューッと、同じ結び方をあと 2,3 回やっていきます。まずこっちを上でくるっと回して、次はこっちを上にしてくるっと回して、もうこれだけでも結構しっかり結ばさるんですけど、念のため最後接着剤をつけていこうと思います。で、このまんまだと結び目が丸見えの状態になっちゃうので、隣のビーズにテグスを1本通して、ギュッと通したら結び目のところ接着剤をツンとつけて、で、こっちのさっき通したビーズをキュッと引っ張って、結び目をビーズの中に入れちゃいます。こんな感じです。で、少ししたら接着剤乾くので、乾いたらこのはみ出たテグスは切っていきます。じゃじゃーん、ブレスレット以外にもいくつか作ってみました。めちゃくちゃ可愛くできまして、ご紹介していきたいと思います。もうこれはさ、神ですわ。
ていうぐらい可愛くて、まずこれが最初にさ作ったブレスレット、これは本当もう可愛いよね。こんな感じ、ただただつなげただけですごく可愛くなっちゃったやつ。色味が可愛いよね。あと個人的にやっぱこのうさちゃんが可愛すぎるもうこれは可愛い、夏につけたくなる色味で、もう一個ブレスレット作ってこんな感じ。こっちの方はうさちゃんいないんですけど、お花メインっていう感じ、お花とリボンのデコビーズが可愛いデザインです。もうこっちもメルヘンチックで可愛らしいよね。可愛くない？もうどっちも可愛い、めっちゃ可愛いよ。もう色味が最高、すっごく最高。これは本当に簡単にできる、ただただブレスレット用のゴムに通すだけで簡単にできるやつで、他のやつは動画で撮ってなかったんですけど、ちょっと作り方は複雑になっちゃうかなっていうやつ。まずこちらバレッタです。両サイドにはお花つけてこんな感じ。ビーズが可愛いからね、何しても可愛くなるんだろうけど、こういうの作ってみたり、あとはピアス、イヤリングでもよかったんですけど、まあ、私がピアス開いてるんでピアスで、今回のポイントとしてはアシンメトリーな感じ、色は揃えず右左で違う色柄、そしてなんかピクニック気分なデザインに仕上げてみました。もうめっちゃ可愛いウサギちゃんに、やっぱウサギといえば野原走っててほしいなと思って、お花も一緒にくっつけて、やっぱ野原といえば草原かなと思って、こっち側にはグリーンのビーズのやつでこのペアで作ってみました。わーめっちゃ可愛いもう可愛い、可愛すぎる。そしてもう一個これも可愛くって、これはなんかロマンチックな感じ、じゃじゃん、粘土で作ったビーズの方、このブルーがすごく可愛くて、このブルーとこのピンクの相性最高じゃないですか。そしてさらにこのブルーとこのピンクとこのパールの感じも最高だなと思って、この組み合わせです。でこれもポイントとしてはアシンメトリーな感じで、まあ、両サイド大きさも違うし柄も違うっていうので、ピアスの金具がついている方もちょっと変えてみて、こっちはこっち側についてます。ちょっとピアス金具がさ家になかったので、まあ、切っちゃえばよかったんですけど、なんか切るのももったいないなと思っちゃって、とりあえずペタってこのまま貼っちゃったやつで、こっちの方は鼻の方につけた感じなので、耳につけた時はこっちが耳たぶ側、こっちが耳たぶ側っていうちょっと違いをつけてみました。めっちゃ可愛い、これも色味がほんと可愛くて超可愛いっていう感じです。割と最近私はシンプルな洋服着ることが多いので、アクセサリーぐらいちょっと可愛いのつけちゃってもいいかなみたいな、まあ、ちょっとこれは可愛すぎるかもしれないんですけど、ちょっと可愛くしてもいいじゃないと思ってとりあえず作ってみた。あとこっち側ピアス金具がもう家になくなっちゃったんで、これはまあこんな感じで終わっちゃったけど、このペアで作ったら可愛いかなっていう感じで、もしこれもピアス金具つけるとしたら、こっちみたいな風に上お花つけて金具っていう感じがいいかなって思ってるやつだけどさ、あれよね、とりあえず今回はこのペアで作ったけど、その日の気分によっては、あ今日グリーンとこっちにしようとか変えちゃってもいいよね。だけどこれネックレスにしてもいいよね。なんか普通にチャームにしちゃうこともこれから何もでもできるので、ヘアゴムとかまだいろんな使い方できるなっていう感じで、まだ考えてもいいかもしれない。そしてもう一個の方はこのクマちゃんの方、このクマちゃんも可愛くて、クマちゃんの方はこんな感じにしたのと、あとこっちも可愛くて、オレンジって結構奇抜かなと思ったんですけど、周りに白いパールつけたらまたこれもいい感じじゃない？オレンジで派手だけど、なんかこの周りのパールがその派手さを少し抑えてメルヘンチックな感じにしてくれてる感じ。もうとにかく可愛いのが出来上がりました。こんな感じです。今回の作品たち、これもうさ販売しちゃいたいぐらい可愛くて、今回は動画なので適当っていうわけではないんですけど、まあ試作みたいな感じで作っているんで、これを売るっていうことはしないんですけど、販売用に
作っちゃってもいいよねっていうぐらい可愛くできた。どうでしょうか。めっちゃ可愛いです。ということで今日は簡単可愛いオリジナルの手作りビーズ作り方やっていってみました。いかがでしたでしょうか。実際につけてみるとピアスはこんな感じ、そしてブレスレットはこんな感じ、めちゃくちゃ可愛くないですか。樹脂粘土の方は自分の好きな色で作れちゃうっていうのがいいですよね。よかったら皆さんも自分の好きな色とパーツでオリジナルのアクセサリー作りやってみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。